皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。新コーナー始まりました。青木かのんの愚痴り部屋。このコーナーはですね、私がゆるっとお届けするここ1週間で感じたイラッとポイント、お酒を飲みながら話していくという動画なんですよ。かなりゆるいんで、皆さんもお酒とか片手に持ちながら動画をご覧ください。乾杯取んなきゃいけないですね。ちょっと待ってくださいよ。お酒飲まないとやってらんないですよ。もういきますよ、 ASMR。 あ、いいね。これはちょっとやりすぎだな、ちょっとやりすぎだな、これ。これはちょっとやばいんで、はい、戻してますと。よし、じゃあ何飲みましょうかね。これいきますか、ピルクル。いや、たまんないな。皆さんはどういう、1週間をお過ごししましたでしょうか。楽しかったって。いや、楽しいってのはこの動画では禁句ですよ。全く楽しくなかったからな今週。私に同情してください。乾杯。あ、これ入れる時の音か。チェース。はい、いきますよ、飲みます。話していきますか。ちょっと待って、先にちょっと食べさせてください。これジャンボランク。うん、なんか詰まるとこだった、やばい。あ、通過していった、通過していった。では早速愚痴りタイムスタート。まず最初に結論をお話しすると、私は動画をお蔵入りにしてしまったんですよ。もうそれで私も泣きたくて、もうただ動画をお蔵入りになっただけだったらまあまあ、許容範囲かなって思うんですけども、大食い動画、しかもいくら丼の大食い動画がお蔵入りになったんですよね。いくらってめっちゃ高い、高いんですよ。もう泣けるよ。2万円ですよ。おかしくない？うん、いくらって高いですね。最初に東急ストアに買いに行ったんですよね。で、いくらだってまあこんなもんだろうと思って、私そんな知らないんで、2,000〜3,000円ぐらいの予算で考えていったら、なんか全然違ってて、なんかグラム売りみたいな、え、こんなすんのみたいな。15,000〜16,000円ぐらいしたのかな、いくら。1.34キロを買ったんですけども、でご飯が600g とか、だからまあそれで2キロのいくら丼大食い企画みたいになったんですよ。で、私は無事それ完食したんですよね、死にそうになりながら。だっていくらってやばいですよ。あ、まあいいや、もうちょっと塩分やばいし、なんかもうプリン体の摂取オンパレードだから、私このまま死ぬんじゃないのかなと思いながら食べてたんですよ。お蔵入りにした理由ですか。なんかね、汗だく&なんか鼻水が出てたの気づかずに食べてたんですよ。まあそれだけですね、ただブスな女が食べてるだけみたいな、もう終始そういう映像だったんで、これ食の映像にこんなお見苦しいの見せられないなと思って、お蔵入りになっちゃったんですよ。もう酒飲まないとほんとやってらんないよ。2万円だよ、2万円。こっから新幹線で大阪往復できちゃうよ、2万円って言ったら。これはなんだっけ、カルビ串、セブンイレブンのカルビ串です。いきます。うん、めっちゃうまい。
今回この動画を出そうと思ったのも、まあ、最近こういう系の動画出してないなと思って、あの意味不明系の動画あんま出してないんですよね。意外と結構ね、自分で言うのもあれですけど、ちょっと頑張ったのかなってね最近思って、こういうあえてそのダラダラトークも出してみたいなって思ったから出したんですよ。ネタバレしたの、あ、ネタ切れしたのとか言わないでくださいね。これあえてですからね。もう最初に予防策貼っとこう。そうした方がさ、かっこいいじゃん。うん、美味しいわ。結構お蔵入り最近増えてきたな。なんかお蔵入りになった理由とかも、まあ、様々なんですけども、私の場合は顔のコンディションの悪さとか、なんかそういうのが要因でお蔵入りになることが多いんですよ。で、なんでじゃあ最近こういうお蔵入りになることが増えたかっていうと、撮影用の照明を使うようになったからで、照明って動画明るくしてくれるのはすごいいいんですけど、顔がねテカっちゃう時あるんですよ。で、テカるとちょっと汚くない？汚いよね。どう思います皆さん。汚いでしょ。今私照明焚いてるけど、もうかなり弱めにしました。うん、ちょっと酔ってきた。これうまい棒のコンポタージュ味。照明ってそのなんかバランス間違えると不健康そうにも見えるし、前まで照明焚いてなかったからな。あ、めっちゃね、あの中の人、その YouTube の中の人とかに、カノンさんの動画はあの暗いから明かりが、なんか照明絶対買った方がいいですよみたいな、もう散々言われてやっと買ったんですけども、やっぱ素人なんでそういう設定の仕方わかんなくて、ただこうやって顔にバーって光当てればいいんでしょみたいな感じやったら、もう白飛びしちゃうし、当て方ミスったらただテカってる、あの変なおばさんがなんか規制上げてる動画みたいな、なんかそういう風になっちゃうから。いやでもほんと2万円ってきついよ。うん、ほんと勘弁してくれって感じですよ。もう泣きそうだよ。その動画どうしよう、なんか機会があったら公開してもいいのかな。もうこれを最初にもう伝えてるから、私は鼻水かいてるし汗だくで食べてるからって、汚いですよって最初に伝えてるから別にいいのかな。で、汗だくになるって言ってもさ、もう10月ぐらいじゃないですか。で、10月って別にそんなに汗かかないし、じゃあなんで汗かいたのってなるじゃん。じゃあそれもね、ちょっとね話させてくださいよ。実家で撮ってたんですけども、そんなに寒くないんで暖房つけてて、で、まあ撮影するからじゃあ消そうって、リモコンどこにあるかなと思ってこう家の中歩き回ったのに、なんかリモコンなくて、え、これ暖房消せないじゃんみたいな。でもこれちょっと今日もうそろそろね、終電とかもあるし、明日もね予定あるから、え、帰んなきゃいけないから、もう今撮んなきゃみたいな、もう暖房つけっぱなしの状態でやるってなって、やったらもう脱水になっちゃってみたいな。で、結局なんかクッションの下のなんか溝のとこにあったんですけどね。で、大食いするからさ、鼻水出るわけじゃないですか。どうなってんのみたいな、そういういろんなハプニングが重なったんです。ほんと酒飲まなきゃやってらんない。うまいな、これうまいな。うまい棒のコンポタージュ味、これ10円っていうコスパでいいのかなってなんか毎回疑問に思うんですよ。いいのこれ、こんな美味しくて。うん、ちょっとだんだんお酒いい感じになってきた、気持ちよくなってきた。美味しい。まあそんな感じですよ、ね、今日は焼き酒デーということで、なんか好評だったらこういうたまに定期的に
たまにたまにだとちょっと定期的だと意味合いが変わるけど、要望があればこういうのをやれたらいいかなと思います。こういうダラダラトーク、もう字幕とかも基本なし、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、画面の下からフォローもしてね。またね、バイバイ。